2022年12月1日、天皇皇后両陛下の長女、敬宮愛子さまが21歳の誕生日を迎えられました。宮内庁は、21歳になった愛子さまの美しい写真を公開しています。動物が大好きだという愛子さまの巣の様子が現れてとても印象的でしたね。しかし、私もそうですが、視聴者のあなたも、写真を見終わってしまったら少し寂しくないですか？もっともっと愛子さまを見たい。そんな風に感じました。そこで、21歳のバースデーショットとともに、これまでのお誕生日に合わせて公開された写真などを遡っていきましょう。21歳になった愛子さまはますます華やかになり、内面からの美しさがにじみ出ています。誕生日ショットを整理しているうちに愛子さまの素敵な成長が感じられました。それでは、21歳を迎えた愛子さまの最新ショットを含めプレイバックしながら、天皇陛下皇后雅子さまとの誕生日ショットを見ていきましょう。動画の最後では、12月3日に学習院大学をお忍びで訪問された天皇陛下と愛子さまの映像もありますので、ぜひ最後までご覧ください。2022年12月、21歳の誕生日ショットでは、白馬とともにブラウンのロングワンピースでとても大人っぽく見えますね。誕生日に合わせて公開されたお写真は、動物好きの愛子さまらしく、白馬とのツーショットです。愛子さまは、白のハイネックニットに、ブラウンのロングワンピースを重ねたしっとり大人っぽいコーディネート。足元はブラウンのフラットなパンプスをお召しになり、白とブラウンのツートーンコーデでした。全体的にシンプルで大人っぽい分、アクセサリーはハートモチーフのネックレスと大きめイヤリングで若々しさをプラスしています。さて、ここからプレイバックしていきましょう。2004年12月、3歳を迎える愛子さまとの家族ショットでは、ピンクのスカートが愛らしさ満点ですね。愛子さまの3歳の誕生日に合わせて公開された東宮御所のお庭でのご家族ショットです。当時は皇太子だった陛下も、雅子さまもハイネックのリンクコーデ、愛子さまはピンクのスカートにタイツで可愛らしくおめかししていました。陛下はシンクのジャケット、雅子さまはボルドーのハイネックトップス、愛子さまはピンクのスカートと、3人揃って同系の暖色をポイントにしたコーディネートでした。2005年11月、4歳の誕生日はおめかしワンピースで雅子さまとリンクでした。愛子さま4歳の誕生日の記念撮影では、雅子さまは秋らしい紫のツインニットを主役にしたパンツスタイル、愛子さまはモノトーンコーデのワンピーススタイルでした。愛子さまはダークカラーの丸襟ワンピースとボレロのセットに白タイツを合わせ、可愛らしいモノトーンコーデに、足元も黒のストラップシューズでおめかししていました。雅子さまは紫のツインニットにセンターライン加工が施されたパンツとパンプスを合わせられ、カーディガンのリラクシー感とパンツや靴のきちんと感が共存する品のあるコーディネートでした。2006年11月、チャッコの儀では可愛らしいピンク色の着物姿をご披露されました。チャッコの儀では新鮮な着物姿でお出ましされました。一般の七五三にあたるもので、成長と健康を願う伝統行事です。ここで愛子さまは初めて袴をお召しになりました。愛子さまは濃い紫の小袖に同色の袴を履き、紅色の生地に菊の紋が入った内木を羽織られました。雅子さまは光沢のあるオフホワイトのセットアップに濃い茶系のパンプス、アクセサリーはパールをつけられ、控えめながら華やかな佇まいが印象的でした。2008年11月、愛犬の散歩では母子でヘアスタイルまで瓜二つですね。もうすぐ7歳になる愛子さまは、
陛下と雅子さまと共に13歳になる愛犬のピッピとマリを連れて赤坂御用地を散歩されました。愛犬がつけているイニシャルの P と M のアップリケを貼り付けたスカーフは愛子さまが大人の手を借りながら作られたものと話題になりました。雅子さまは水色のツインニットに黒のパンツ、黒のブーツというツートーンコーデ、愛子さまも白のハイネックに水色のカーディガンを羽織られ、ネイビーのパンツに黒の靴で、雅子さまとほぼお揃いコーデでした。この日はヘアスタイルもハーフアップだったため、母子そっくりな雰囲気でした。2010年12月、9歳の愛子さま、ブルーのワンピースで習字姿を披露されました。愛子さま9歳の時、東宮御所で撮影されたバースデーフォトでは、愛子さまらしいワンピース姿でした。愛子さまは、胸元やスカート部分に施された花のモチーフが可愛らしい水色のジャンパースカートに、フリルの丸襟の白ブラウスを合わせた可憐なコーディネート。髪も両サイドに編み込みした髪を後ろでまとめられるという女の子っぽいヘアスタイルでした。2011年11月、もうすぐ10歳になる愛子さま。アンサンブルニットにスカートですっかりお姉さんになりました。愛子さまはこの年の6月から管弦楽部に入部。チェロのパートの一員として、朝や放課後の練習に参加し熱心に活動されていたそうです。愛子さまは、赤のツインニットに黒っぽいスカート、黒のハイソックスに黒のパンプスを履かれ、女の子らしく知的なコーディネート。髪の毛はサイドに細めの三つ編みを垂らして可愛らしいヘアスタイルでした。雅子さまは白のハイネックにローブカーディガンを羽織られ、リラックス感ときちんと感を両立したコーディネートでした。2016年11月、15歳になる愛子さまはぐっと背が伸び大人っぽくなりました。愛子さまは学習院女子中等科3年生になり、公的な式典に出席したり、ご夫妻の公務に同行される機会が増えました。愛子さまは胸元に花の模様が入った黄色のツインニットにグレーのスカート、チャコールグレーのタイツにブラウンのフラットシューズを合わせた季節感たっぷりのコーディネートでした。ヘアスタイルは実際のバースデーフォトと変わらないですが、背も伸び大人らしさが増した印象でした。2019年11月、ドレープブラウスにバイカラーのパンプスで大人の女性の着こなしに挑戦。学習院女子高等科3年生で、もうすぐ18歳になる愛子さまのバースデーフォトです。ピンクのブラウスに白のスカート、足元は白とベージュのバイカラーのパンプスをお召しになった愛子さま。小さい頃は丸襟のブラウスをお召しになることが多かった印象ですが、ドレープがポイントのブラウスやバイカラーのパンプスなど大人っぽいアイテムが増え、大人の女性という佇まいでした。さて、天皇陛下と愛子さまは12月3日、学習院大学を私的に訪問されたそうです。3日の夕方、陛下と愛子さまは窓を開け、居合わせた人たちに笑顔で手を振り、東京・豊島区の学習院大学に入られました。陛下は前立腺の組織検査で異常がなかったことが明らかになってから初めての外出で、この日は懐かしいキャンパスに21歳になったばかりの愛子さまを伴い、お忍びで資料館を訪問されたとのことです。資料館は陛下が即位前、客員研究員としてたびたび訪れ、日本の中世史の研究を重ねられていた場所となります。この日は親子揃って10歳で亡くなった三笠宮様の生涯を振り返る展示を鑑賞し、三笠宮様の孫の彬子様から展示内容について説明を受けられたそうです。この1年、成年皇族として初めての活動に取り組まれた愛子様。両陛下は愛子様が充実した1年を過ごせるよう願われているといいます。愛子さまの誕生日ショットをプレイバックしながらの動画はいかがだったでしょうか。
21歳になった愛子さまはますます華やかになって内面から美しさがにじみ出ていますね。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。